良かったですね。良かった良かった。あ、立花先生、ほらご覧ください。こんなに全く驚くほど順調に回復しておりますよ。やっぱり立花先生のオペは素晴らしいですね。ありがとうございました。青木君。はい。ちょっと先行っていいですか。はい。そんなことより、あのクラン家のレポートを提出しておいてくれたまえ。論文の参考にしたいんだ。いいね。はい。あの病棟夕べまでたんだって。これが。え、うそ、またやだ。私は見たことないんだけどさ。立花先生よ。さあ、立花、うん、先生に実験台扱いされた患者さんたちが恨んで出てきてんじゃないの。そうかもね、きっとね。あり得るでしょ。気持ち悪い。嫌だね。立花のやつ最近ずんどりすぎてませんか。あれでいて教授会の連中にはペコペコと頭を下げて回ってるんですよ。田村先生を出し抜こうとはとんでもないやつですよ。やつの頭の中には出世の二文字しかないというわけが。1号室に届けてください。はい、お願いします。わかる。大変よ、立花先生が倒れたって。嘘。早く。何してんだカンタ。はい。おい、よせよ。おい、ダメだ。11時42分。え、ちょっと待てよ。どうします。俺は生きてるぞ。おい、片付けて。出ないと。死因は急性心不全。まあ、過労死ってやつだ。私も彼には期待していたんだがね。それでも家族に病理解剖の承諾を。解剖、冗談じゃないよ。ふざけんのもいい加減にしてくれ。俺は生きてるよ。待ってくれよ。どうしたんだ、体が動かない。どうなってんだよ。あいつら俺に何しよってんだよ。おい、青木くん、青木くん、どこ行ったんだ。どうしたんだ、どうして誰もいないんだよ。おい、え、田中さん、一昨日死んだっすよ。え、彼女。立花先生、ちょっと待て。待ちしておりました。違う、お前たちは死んだんだ。死んだんだよ。来るなよ、こっちに来るな。誰か助けてくれ。お父さん、いや、私の錯覚かもしれませんが、確かに死んだはずの人間が今そこに。幽霊かい。幽霊。バカバカしい。だって幽霊が幽霊に追いかけられたんだろ。幽霊が幽霊に。だってあんた死んどるよ。冗談はやめてください。あれは私のクラン家だった連中で、中にはもう何年も前に死んだ。だからあんたもう死んどるって。私が。バカな、この通りピンピンしてるじゃないか。
嘘だと思うなら自分の胸に手を当てて考えてごらん。え？何のために？さあいいからその手を胸に当ててごらん。どういうことだ？だからあんた死んだんだって。まだ霊視線はつながってるけどね。でも私は確かにここにいる。あなたにも私が見えてるんでしょ？私にはね。今のあんたは肉体はない、魂なんだよ。魂？情けない。そんなことまで忘れたのか。あんたなんで医者になったのかね。物心がついた頃からなぜか医者になろうと決めていた。それは約束をしてきたからだろう。え？もう思い出してもいいんではないかな。立花さん、あなたの仕事は？心も体も治せる医者です。それは結構。地上に降りても忘れないでくださいよ。人は死んでも心は残る。死ねば肉体はなくなるが魂はなくならないということだ。そもそも病の原因も心にある。心が病めば肉体も病む。いくら肉体ばかり治そうと努力をしてみても心が病んだまま死んでしまえばそれこそ不幸だ。地獄に落ちてあの世で苦しむことになる。だからこそ心も体も治せる医者になりたいとあれほど誓って出てきたんだろうに。確かに私は私はもう分かってると思うが、このまま元の世界には戻れんよ。あそこは天使の世界だからな。分かっています。こんな私にそれを思い出させてくださっただけで。今の私に一番合った場所へ行って反省したいと思います。そうかね。あんたに一番合った場所ね。わかった。先生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 先生。酸素マスク。はい。先生立花先生先生